行犯罪でございます。まさかそんなことをなすったって何の足しになりましょう。私は嫌でございます。舞踏会を開くのは何かの足しになるとかならないとか、そんな単純な理由からじゃないわ。このお家が、由緒あるこの安城家が夢のように消えていく記念じゃない。考えてもご覧なさい。家族の中でも名門を歌われたこのお家が、まるで嘘のようになくなるんじゃない。お姉様は夢のように消えていくとおっしゃるけど、家族という特権階級がどうして消えていかなければならなくなったかということを少しも知ろうとはなさらないのね。